京都市立芸術大学学長の赤松珠美です。今日は令和3年度の作品展の視聴賞、大学院視聴賞の中から6名の学生にお話を伺いたいと思います。本日はコロナ感染症の対策のために受賞者の方にはマスクを取ってお話しいただきますが、私の方はマスクをつけてお話をさせていただきます。美術科油画専攻の徳永葵です。今日はおめでとうございます。視聴賞をお取りになって、あの作品美術館で見せていただいたんですけど、ちょっとその作品について本人からお話聞かせてもらえますか。はい、私は漫画と絵画の境界線を探るっていうのを大きなテーマとしてずっと最近やっていて、でその中の一つとして漫画と絵画の違いで、漫画がすごく平面の世界が重なって立体この世界となってて、油絵はなんか 3D の立体っていうかのが重なって世界になってるなっていう風に感じていて、その漫画の平面のものを油絵の中にの立体の中に持ってくるっていう時にどうしたらいいだろうっていうのを考えた時に、あの紙っていう平面のものをそのまま紙として油絵の中に持ってくることでの漫画と絵画の融合した作品を作ってます。あのなんかちょっと折りたたんだようなペランとした、うん、主人公っていうのかな、うん、その画面の中央に出てくるのがもう紙の人物像みたいな形なんですかね、うん、そうですね、うん、あのそういう話を聞いて、その平面ととかあるいは漫画と空間性のある絵画とっていうようなことの融合なんだけど、その奥に広がる小物がいっぱいあって、うん、そこにおばあさんかな、うん、で寝てはるっていうそのドラマみたいなものも興味があったんだけれども、うん、そこはどういうふうに生まれてきたでしょう。もともと自分の家があの実家が実家を描いているんですけど、もともとそのゴミ屋敷っていうのが自分のいた場所っていう存在感、存在した場所だったので、その髪の女の子もそこに描くことでなんか存在しているっていうのを感じたくて描いていたのと同時に、ことって今回は新しくおばあちゃんっていう人間リアルな人の形を入れたんですけど、そうですね、それはあのキャラクターとリアルな人っていう対比を出してみたかったっていうのと、またテーマ性としてタイトルが見ようとしなければ見えないっていうタイトルなんですけど、それが結構ゴミ屋敷とか介護の問題っていうのが社会問題として普通にあのみんなのところにあるとは思うんですけど、けどみんな見ないふりをしているっていうか、見ようとしない、うん、目をしてないなっていうふうに自分自身も感じていて、でそれを絵としてこう見るものにした時にどう、うん、みんな感じるのかなっていうので、うん、作品を作りました。なるほどね。あのすごく社会的であるし、うん、現代的であるし、そして、まあ、ちょっと絵画っていうもののモチーフとか場面にはあまり取り上げられないようなね、うん、ところがある。けど漫画の方では結構そういう、こう現実的な世界とか、あるいは負の世界とかね、そういうのが入ってくることもあるので、そういう意味でも絵画と漫画っていうのがあなたのテーマなんだなっていうのがね、あの見て取れましたけれども、あの技術的にはどうなんですか。その、使っていらっしゃる絵の具であるとか、まあ、今回の作品大きい作品なので、そのあたりで工夫されたこととか何かあれば教えてほしいです。そうですね、一番今回手こずったっていうか、うん、大変だなって思ったのが画面の大きさがやっぱり大きくて、うんうん、今までで一番大きいのを描いていたので、うん、離れてみたりもなんですけど、逆に写真スマホに撮って写真にで見ることでどう見えるんだろうっていうのとかを繰り返しながら進んでました。画面全体がね、どういうふうにね、逆にすごくちっちゃくして、はい、大きいとね、もう部屋の端っこに行っても全部見えなかったりとかするから、そういうテクニックも使われたってことですね。絵の具はあれなんですか、油絵ですか。そうですね、だいたい油絵の具で、うん、けどあの髪の女の子の線の表側の部分だけはあのポスターカラーとかのペンがあるじゃないですか、はいはい、それで黒い線を
そのペンで使っていて、はいはい、それの理由が油絵だとちょっと透けたりとか、うん、色のムラがあったりするんですけど、それを完全にポスターカラーにすることによってマットな黒の、うん、真っ黒の線が出るので、なるほどね、それを用いて線を描いてますね、うん、まあ、ちょっとその漫画っぽさが出るというか、そう、ね、そういうことを混合技法であえて使って、うん、そうですね、うん、なるほどね。紙の部分は少し透けたような、ね、うん、表現にしていて、そこもまた不思議な感じがね、うん、残されてましたね。でもますます活躍されて、ね、いい絵がもっとたくさんできていくことを楽しみにしています。どうも今日はありがとうございました。美術研究科版画専攻大学院2回生の広川です。今日は大学院視聴者おめでとうございます。おめでとうございます。作品美術館にも大学の方にもありますけど、そうです、ぜひその作品について本人の口から語ってください。まあ、僕は版画っていうメディア、まあ、あるいはその版画の技法とか、版画的な思考っていうものが、うん、まあ、結構その絵画とかとは、あと彫刻とかとまたちょっと違う考え方とかっていう、ものの見方とかっていうのがあると思うんですけど、そういったものを通して自分の体をどうやって作品化していくか、作品に落とし込んでいくか、あるいは昇華させていくかっていうことを、ずっと模索しながらやっております、うん、まあ一見すると僕の作品って全然版画っぽくなくて、まあ、実際その使ってる素材もセメントでありますし、そもそもその平面作品じゃなくて、まあ、立体作品っていうのもあって、まあ、よく版画っぽくない、全然版画っぽくないねみたいなことを、言われるんですけども、まあ、僕の中では、まあ、あえてあの作品を版画作品であるっていうふうに言い切る気はないんですけども、そこの根底には版画であるからこそできる形、版画から生まれた形っていうものを、まあ、自分の中で大切にしたいなと思いながら作っておりますね、うん、あの作品っていうのは全て僕の体っていうのがモチーフになっております。まあ、版画のプロセスとしまして、一度製版をしてそれをするっていう2段階に分かれるっていうのが一つ版画の、まあ、特徴的な、まあ、技法的な特徴なのかなと思うんですけども、実際に僕の体を一度版に起こして平面化し、それをどんどん積層させていく、するという行為を積み重ねることによって、まあアナログの、3D プリンターのような形で自分の体っていうものを再度立体化させていく、自分の体を一度分解あるいは単純化させた上で再構築するっていうプロセス、制作そのものっていうのが僕にとって一番大事なことなんですけども、あえてそれをその例えば写真であるとか映像メディアであるとかっていうのではなく、すり上げられたものもうそのもの、僕からはもう乖離してしまっているものかもしれないんですけども、それを鑑賞者の方に見ていただくことによって、うん、一体こいつは何を考えてこの作品を作ったのかとか、これを作った人間どんな人間なのかとか、うん、そういったことを、まあ、うん、興味を持ってもらえたら、まあ、僕は嬉しいなと思いながら作っておりますね、うんうん。先にちょっと美術館の方の作品を見せていただいて、はい、版画の部屋に入ってあれがあると、はい、おやこれは版画だったかしらっていうねあれ部屋間違ったっけっていう感じで見てで、とてもね他にも個性的な作品が並んでいるので、 でもこう層がこうね少しずつ色の違う層が、重なっているな、こう重たい、層が重なってるなっていうのをこう見せてもらってて、で大学の方 の展示も見たら、あそこはあえてなんていうかプロセスというか材料というか ね、そういう素材的なものが分かる形でインスタレーションされていて、あなるほどこれはごめんなさいね、その時まで人の形だっていうのが、はい、美術館の方では今ここで立て明かしをしてしまいますがよく分からなくて、だけど
こちらではその人であるっていうのが、まあ、説明書が書いてあるわけではないけれども分かるし、あ、ということはこれちょっと私が高みに立って見下ろしたら人の形がまた立ち上がれるんだなっていうようなね、そういうこともあのなんていうのかな、説明されずとも分かるという展示になっていて、それがすごく面白いなと。でもう一つは今のお話を聞いてるとすごい熱い、ね、熱い男が熱いこう思いをあの作品の人の体、しかもねそういうこうあの人の体っていうものを作っているのをあのプロセスにこう版画って常にそうですよね、一つの絵を作ろうと思ってこうプロセスに分けて作業をこう積み重ねていかれるんだけど、なんかそういうものがどちらの作品も美術館とあの本学の展示どちらも見るとあのよくわかるようなね、あの今でしかできないこの機会でしかできない展示だなと思って、まあ、ある種そのなんというか、うん、親切ではないのかもしれないんですけども、あそこに例えばその映像を作っていた時の映像であるとか美術館の方に作っていた時の映像であるとかを横に流すっていうのも最初は考えたんですけども、まあ、ちょっとなんていうかやぼったいなというか、うん、そうですよね、もうそれだけで独立しても鑑賞に耐えうる作品っていうものをちょっと目指したいなと、うん、でその上で興味持ってくださった方はあそこの、本学の方の大学内の展示見ていただくと、よりああそういうことやったのかっていうのを、うん、そこの、まあ、考える楽しさというかそういうのを鑑賞者の側にちょっと要求してしまうような作品にはなったんですけど、うん、いやまあね、アートの作品っていうのは基本はあの考えるきっかけというかね、感じるきっかけっていうところが面白いところなので、鑑賞者に任せてる部分を あるいはそれ以上のことを感じてくださるかもね、うん、説明がない分だけね。そうですね、はい、まあ、それはあの僕も望むところなので、はい、いろんな意見をまたお聞きしたいんですけど。そうですね、はい、あの大学院の2回生で賞を取られて今後期待しております。どうぞ、はい、頑張ってください。ありがとうございました。美術研究科ビジュアルデザイン専攻の高石瑞希です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は大学院市長賞、はい、ご受賞おめでとうございます。ありがとうございます。あの今朝美術館でも見せてもらったんですけど、はい、アニメーション、はい、作品ですよね。あの作品についてちょっとご本人から少し説明していただけたらと思います。はい、はい、私の作ったアニメーションというのがタイトルが贈与についてという作品 で、うん、でループアニメーションで1周6分間で制作しました。で贈与についてという作品は文化人類学者のマルセル・モースという著者がいて、その著者が残した贈与論という本を土台にして、今そのすごく個人的な動機から制作を始めたもので、まあ、今特にそのコロナ禍の時代にあって都市生活を送っているその一人の若者というか個人として、すごく根の深い孤独というか寂しさみたいなのを感じる瞬間がとても多くて、でその孤独の内容っていうのがなんかこう人類とか歴史とかあと自然とか生命とか大きな輪からコロッとこぼれ落ちてしまったような感覚であったりとか、あとはこう個人他人に対しての自分の関係が少しこう希薄になったりしているような、そういういろんな複雑な寂しさが重なったような気持ちがあって、で私が学部に在籍していた頃にデザイン科の学科の授業で哲学の魚住先生という授業あの先生がいらっしゃって、でその方がそのマルセル・モースの贈与論についてあの授業で取り上げていたのを思い出して、でその贈与論に立ち返ってもう一度読んでみたところで読んでみたところ、あのなんて言うでしょう、人間関係において贈与ってい う, こう人間の営みが関係の礎になっていることとか、あとはその古代の人々が神様やあの自然に対してこう生贄を捧げたりとか、うん、あの捧げ物をしたりっていうこの贈与をすることでそういう大いなる存在とあの関係を保っていたっていう内容のことを思い出したので、なんかそれをこう土台にして自分とこう世界をつなげ直すような作品が作れないかなと思って作ったのが今回の作品です。あ、はい、そういう大きなテーマが、ね、あったんですね、はい、哲学とか文化人類学とかっていうのがベースにあって、はい、であのアニメーション自体はモノトーンというか白黒って言っていいのかな、はい、そしてあの、まあ、6分そんなに長くないこうでこうぐるぐると回っていく、はい、まあ、こう敏感していくっていうのも一つありますよね、はい、そして音はなんか
あ、音は、音はつけたんですけど、あの全部自分で制作して、で、あの音楽とかあのメロディーのあるようなものではなくって、こうなんて言うんでしょう、あのシンセサイザーや楽器を使いつつもちょっと環境音っぽい、ね、自然な感じの、はい、音、はい、音楽というより音っていうかそうですね、なんかそういう形で、はい、やってらっしゃいましたよね、はい、全体のその印象とか解釈をいろんなこう人によっていろんな解釈ができるようにしたくって、まあ、セリフやあの一貫したストーリー設定は入れずにこうシーンが淡々と展開していくような、うんうん、あの作品の構成にしました、うん、なんかこう花火というのかなんかこうパッてね、はい、あの出たりとか、はい、ハッとするあの形のものが出てきたりとか、それから、はい、まあ、海とか街並みのようなもの、はい、あるいはそうかと思えばパッとこう上から俯瞰、街を俯瞰したようなね、はい、あのすごくあの抽象的な表現なんだけど、はい、すごくこうエッセンスがいっぱいこう詰まっていってて、あの今のお話を聞いていなかったんだけれども、はい、そういうこうなんて言うんだろう、人、それからまあ自然っていうものがこうつながっていってっていうことが感じることができたんですけれども、はい、あのすごくあの素敵な作品だなと思って、はい、あのもっとこうじっくりもう一度その何週かね、何週間こう、うん、あのするぐらい見たいなと思いつつ、また、はい、あのもちろん見せていただきますけれども、はい、あの今までもずっとそういうこうアニメーションでの作品っていうことをやってらしたの？はい、あの大学院での研究テーマが2つありまして、うん、1つがアカデミックビジュアライゼーションといって、その学術研究を美しく分かりやすく見せるというもので、でもう1つが音楽のアートワークなんです、はい、で音楽のアートワークの方でミュージックビデオを今まで過去5年ぐらいこうアニメーションで作ってきた経験があって、そこでこう自分が一番こう興味を持ったというか、あの熱心にやってたのがトランジション、あの場面転換の研究で、うんうんうん、で技術的にはあのそういったことを活かしたものを作りたいと思っていて、でもう一つ の, そのアカデミックビジュアライゼーションの方で贈与論というその人文学的な研究の内容を、軸にした作品作りもしたいと思っていたので、その2つこうやりたいことを合わせた形で作ったのが今回の終了制作です、はい、意欲的なこう実験作であったわけです ね, そうですね、はい、だからそのアカデミックビジュアライゼーションでしたっけ、はい、今後なんかますます必要にね、教育のあり方とかも変わってくるし、はい、すごくこうそういう抽象的なことあるいは哲学的なことが目にすることができて、はい、若い人も子どもたちもあるいはもっと世代を超えてね、はい、理解できたり感じたり興味を持ったりっていうのはね、はい、あのそういうビジュアルコミュニケーションをすごく生かすデザインの力だなと思って思いました、はい、ありがとう。あのアカデミックビジュアライゼーションで思いつくそのデザインの仕事っていうと、やっぱりその図鑑のイラストであったりとか、はいはい、あの研究内容、研究機関のプレスリリースで見るその実験の内容を示したイラストであるとか、こう正確に物事を誰が見ても同じように受け取ることができるっていうのが今すごくこう一般的ですごく重要なアカデミックビジュアライゼーションのあり方なんですけど、なんか今回私が作ったものっていうのがすごくこう解釈が多義性があるようなもので、で終了審査の時にその先生方にどんなリアクションをもらうかっていうのがすごく不安だったんですけど、あのというのはその今までのいわゆる一般的なアカデミック の, そのビジュアルと少しこう違ったアプローチだったので反応があの不安だったんですけど、そこはこう新しい形だっていうふうに評価をしてもらえたのがすごく私の中では意義が深い出来事でした、ね、はい、大学に来られて2年間研究続けられて本当に新しい境地に立たれて、はい、今後も期待してます。ありがとうございます。頑張ってください、はい、ありがとうございます。デザイン科プロダクトデザイン専攻の苗木修斗と言います。お願いします。よろしくお願いします。市長賞受賞されておめでとうございます。今もあの少しお話しいただいたんですけど、作品がね移動する、今回は小屋をあの展示というか作品として出しておられるんですけども、あのどういう意図でどういう思いがあってあの形にしたかっていうことをお話ししていただけますか。一応今回作ったのはその、ね、移動式の小屋を作ったんですけども、うん、その小屋は、まあ、本来大きな小屋なので、まあ、釘とかビスとかを使って固定するんですけども、まあ、今回移動しないといけないので一度そのパーツをばらさないといけないんですね、うん、なので、その小屋を固定するのに今回ベルトっていうのを使っていて、まあ、あの作品の結構アクセントにもなってるような黄緑色のベルトをこう使っているんですけども、そのベルトを使って、まあ、小屋を建てた。で小屋を畳んだ時の、
荷物を固定する役割になっています、うん、で、まあ、小屋の形状としましては小屋の壁面がちょっと折りたたむようになっていて、でその折りたたんだ状態がこう台車の役割も兼ねていて、その台車の上にこう柱だったりとか屋根のパーツとかをこう乗せて、でそのベルトを通して固定して、まあ、好きなところにフラッとこう現れてこう自由に建てれるっていうコンセプトで作りました。あのご自身もあのなんて言うんだろう、そういう野外に小屋を持って行って何か何でしょう、お店をやってみたりとか、どういうこう使い方ができるできたらいいなと思ってご本人は考えられました。一応今回当初の予定ではその小屋を、会期中にフラッとこう、まあ、ゲリラじゃないんですけど、ど真ん中にボーンって立てて、なんかこうね、見に来てくださるお客さんにこうコーヒーの一つでもご馳走できたらなと思ってたんですけども、ちょっとまあなかなか今のご時世的には難しいということで、今回は会期中にあの展示場所を今回本来一つなんですけども、あの2箇所用意してもらったので、その2箇所をまあ会期中にちょっと僕が気まぐれでこう建てている小屋をちょっとこっそり畳んで、まあちょっとみんなの前をガラガラっと引っ張って、でまた別の場所に建てるっていうパフォーマンスをすることで、うん、まあ、作品の特性をうまく伝えられたらなと思っています、うん、パフォーマンスの要素も入ってるんですね、はい、なんかその作品のものだけじゃなくって時間によってこう気まぐれに動いていくようなあのものであるっていうのがあの分かりましたけれども、あの制作してるのはそういうこう折りたたんだりとかまた組み立てたりっていうことができるように、あるいは運べるようにっていうことで、割とこう、なんだろう、あのベニヤ板であるとか木材であるとか、こう日常的に使われているようなものを使ってあの作られていると思うんですけど、あの、まあ、ベルトの色グリーンとおっしゃいましたっけ。そうですね、グリーンであったりとか、なんかそのこの風景の中にこういう素材で見せたいとかいう何かそういうこだわりのようなものはあったんですか、うん、例えばその滑車はこういうものがいいとか、なんか小屋のどこに小屋を建てたらその小屋が入るかなっていうのはあんまりちょっと意識していなくて、まあどこにでも建てれるっていうのがコンセプトなので、特定のこの場所に建てたいというのはないんですけども、やっぱりその素材の相性とか、なんか木とで屋根はまあベニあのトタン、あのポリカのトタンになってるんですけども、その木とトタンとでこの黄緑色のちょっとビビッドなラインがスッと走る様子がちょっとかっこいいかなと思って素材を選びました、はい、なるほどね。そっか、あのもし今回はもちろんね、あの大学の作品展ということで、あの大学のキャンパスの中で使ってるわけだけども、もしその街の中に持っていくんだったらどういうところでどうしてみたいですか。もし可能ならやっぱりこう、まあ、駅の前のちょっとした広場だとか、うん、そういうところにちょっとボンと現れて、うん、何かしらこう僕が、まあ、店員さんじゃないですけど、うん、こうコーヒーなり、まあ、寒い日はちょっとね、ホットココアみたいなのをお出しできると、まあ楽しいかなとちょっと思ってますね。なるほどね、そっか、あのなんかこうなんていうんですかね、こういろんな動いていくっていうことで、まあ作品は普通こう展示するっていう目的になると、どうしてもあの限られた空間でね作品を見ていただくっていうわけになるわけですけども、うん、今回も学生たちは美術館と大学校内っていうふうにあの選んで作品展示をしてたわけだけども、そういうとこからもこうフリーというか、うん、ね、そう動かしていきたいっていう思いがすごく終わりなんでしょうね。なんかもしよかったらその次この作品作ったけれども、その次これをきっかけにしてこんな作品を作りたいなっていうのがあったら教えていただけたらと思います。そうですね、一応普段はこう、まあ、今まで学部の3年間4年間では結構小さめの家具とか椅子とかを作ってたんですけども、ちょっと卒業制作では大きなものを作りたいなと思って小屋に挑戦して、はい、でまあやっぱり作ってみた感想としてはちょっと大きなものはやっぱすごい大変で、うん、もうなんかもう次作らないんじゃないかなとすら思ってたんですけどもまあやっぱり完成してみてちょっといろんな人に入ってもらったり、そのね、自分の思ってたような建築物が立つ様子を見ると、まあ、やっぱ自分でも楽しかったので、もし機会があったらもうちょっと次はうまいこと作りたいなと思ってますね。作り込んだものを作りたいっていう感じかな。そうですね、なんか面白い、ちょっと見た人が、あ、そういう仕組みなのねって言ってもらえるようなものを作ってみたいなと思ってます。なるほどね、デザインの醍醐味かもしれないですね。あ、そうですね、確かにそうかもしれないですね。そこをきっかけにしてね、あの、あれになるという。いや、面白かったです。椅子を作ってた人が動くね、しかもありがとうございます。面白いあの作品展開だと思います。また今後もご活躍ください。はい、お願いします。ありがとうございました。おめでとうございました。
美術研究科執行専攻の河合圭と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大学院視聴賞受賞おめでとうございます。ありがとうございます。今朝美術館の方で作品見せていただきました。 ありがとうございます、ね、大作っていうか、ね、大きなまあ、インスタレーションでね、いろんなパーツが組み合わさって、うん、はい、すごいこうなんて儀式的なっていうかね、すごい空間を作られてたんですけど、はい、その作品についてご本人から少しお話聞かせてほしいです、うん、はい。今回はテーマは一応葬式っていうふうにはしていて、でも葬式っていうとこう死を人の死を弔う儀式っていうふうに思われる人多いと思うんですけど、私が今回その大事にしているところはその葬式っていう、まあ、儀式いろいろあるとは思うんですけど、なんかその中でもすごい個人に特化した儀式だなっていうふうに思っていて、で、まあ、今回その私がこう作る中ですごいやっぱり悩むことが多くて、うん、っていうのはこう今からこう学生から社会に出るっていうすごい狭間の中で自分がどうやっていきたいのかとかどう生きていきたいのかっていうのですごい苦しい時期があって、で、まあ、その自分を一回弔うっていうこととその一人の人間に対してすごい集中した儀式っていうのをこう掛け合わせてそういう場を作りたいっていうのがあって、その漆の作品一つで見せるとかそういうオブジェ的なものが多いんですけど、私はなんかこうそれだけじゃなくてその作品で一個の空間を作りたいっていうふうには今まで考えて制作してきて、今回はそれの集大成みたいな感じで作りました。なるほどね。意識的と私も言ったけど、はい、葬式というね、弔いの儀式だとは思っていなかったんだけど、うん、そういうふうにこう聞いてからまたちょっと思い浮かべると、はい、まあ、中央に置いてあるものがあったり、うん、 ね、その周りにね、はい、囲んでいろんなパーツがあって、うん、ああそういうことかと。だけど決してなんていうのかな、こう悲しみに暮れるようなお葬式というよりは、本当にライフよりというか、うん、今からここで一つの区切りをつけて次に進むっていう、うんうん、なんかこうプラスのそういうことやったよね、うん、儀式の場っていう感じです、ね、うん、はい、今までの一旦ここでこうなんていうのかこう一つこうけじめというのかな、うん、こう、いや、そうね、そういうことが、はい、思いになって、うん、そして作品の形になって、うん、出てきたんだなっていうのはねよく分かりました、うん、ね、結構大型のものであったり、私は、まあ、漆、というプロセスが全部分かってるわけではないですけれども、はい、作品の大型化であったりとか、まあ、いろんな素材を組み合わせて使われてると思うんですけれども、うん、はい、そういう今回の作品でもいいし今まで解散がやってこられたことでもいいんだけど、はい、そこでこだわっていることとか何か作品全体じゃなくて素材や技法について、あ、せっかく漆だからちょっと教えていただけたら、はい、私一応漆の中でも褐色っていう、うん、加える装飾の色って書いて褐色っていう専攻の中にいるんですけど、なんか私はその装飾するっていうことがなんかこうやっぱり宗教的な場がすごい好き、うん、でそういうところってやっぱりちょっとなんか模様が埋め尽くされてるとかちょっとこう恐怖的なものを感じるようなところもあるなと思っていて、でもそれがあるからこその魅力っていうふうにも感じていて、で漆でいろいろ蒔絵とかあと螺鈿とかいろいろあると思うんですけど、それをどうなんか作品の中で生かすかっていうのは思っていて、ただ美しいっていうものだけじゃなくて、まあ、少しやっぱちょっと怖いっていう、なんかそういう気持ちに、まあ、私自身はなってるんですけど、見てる人が別にあんまり多分怖いと思ってなくてなんかただまあ綺麗なものっていう風に見てると思うんですけど、
でもなんかこう、イフみたいな、はい、なんかそういう気持ちは大事にしながら、その漆の可処理技法っていうものを使っています。はい、わかりました。儀式っていうものが、ね、そういうこう、うん、スピリチュアルなものと現世のものとをこうつなぐものであったりとか、はい、で漆それ自体がもうね、古代からね、そういうこう歴史をこう紡いできたっていうところもあるし、うん、はい、装飾もそれこそいろんな文化に いろんな要素が詰まったものがあって、はい、でもそれをこう共通してみた時に漆の現代の新しい儀式のね、うん、ものが出てきたっていうのはとっても興味深いなと思って、はい、聞かせていただきました。今後ね、大学院修了されますけど、はい、ぜひこれからも活躍して頑張ってください。頑張って、楽しみにしてます。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。美術研究科芸術学専攻の大熊です。お願いします。よろしくお願いします。大学院視聴賞おめでとうございます。素晴らしい研究のね、成果、美術館の方でも少し見せていただいたんですけども、研究の、ね、内容とかご紹介いただけたらと思います。はい、お願いします。私は今、イタリアルネサンスの代表的な画家のティツィアノとラファエロの関係性に焦点を当てて研究をしていて、で、その論文の中ではその大きな研究テーマの一環としてこのゴッチ祭壇とホルムの制度を扱ってるんですけど、はい、結構一目見て似てるなっていうのがすごい分かりやすい作品だと思うんですけど、で実際に、人工研究とかでも、ティツィアノはラファエロを参照しただろうっていうことはもうずっと言われていたんですが、言っちゃうどうしてティツィアノはここでラファエロのこの作品を参照したのかとか、この作品ローマに、ラファエロの作品はローマにあるんですけど、この時ティツィアノはまだローマに行ったことがないので、どういうふうにしてラファエロの作品をじゃあ見たんだろうかっていうことを疑問に思って、でなんかそれをもっと別の作品の背景にあるものから探し出せないかなっていうところから始まっています。で、私はこの2つの作品がどちらもフランチェスコ会、フランチェスコ会修道会の、結構重要な教会の主催団にあったっていうことから、フランチェスコ会側からの何か意図が関係してるんじゃないかなっていう、ところから始まって、でそのフランチェスコ会が当時すごく推し進めていた無限在の親鳥という競技があるんですけど、こう人間が生まれながらに罪を持っているっていうのがキリスト教の考え方であるんですが、でもマリアはそれを免れていたっていう、そういう競技で、でも聖書にはそういうことははっきりと書かれてないので、人々は信じてたんですが、結構神学的にずっと議論されていたので、なので正式な教義ではないし聖書にもはっきり書かれてないから、信仰もされてるから図像では表現されていくんですけど、どういうふうに表そうかっていうのですごい長い時間で試行錯誤されてきた、課題というかそういうことなんですが、ただその芸術家たちがこの競技を書くと表そうと思った時に、神学者が引っ張ってくる聖書の一節っていうのをすごい、よりどころにしていて、で私はこの作品に白書っていう旧約聖書のカトリックでは聖典になってるんですけど、そこの一節にその出てくる、白書がそもそも、無限在の聖母と関連付けられていたっていう歴史があって、その一節に私の座は高い天にあり雲の柱の中にあったっていう一節が出てくるんですけど、この聖母が雲に乗って天に浮かぶっていう図像が
その一般的ではないので、うん、そういうところから来てるんじゃないだろうかっていうところに今落ち着いて、なので、まあ、結論としてはフランチェスコ会のそういう競技、推し進めていた競技を表すっていう意図があって、フランチェスコ会が、まあ、ティチアーノにこういうこのものを描いてほしいっていうのを、まあ、要請した可能性があるんじゃないかなっていうことで結論を今つけてるんですけど、はい、あ、それはあの今ご説明を聞いてすごいこう推理小説を、ね、あの読んでいくようなね、あのティチアーノコードじゃないけどもね2つのあのどういうふうにその時代に影響を与え合うなんてことが、今みたいにねツールがいっぱいあってメディアがいっぱいあって情報がなんてすぐ手に取れるっていうような時代ではない時に、これはっていうのは確かにあの本当に今まさにあの結論付けられた研究の成果みたいなことを説明してる、すごいスリリングな思いをねすごくして、であのちょっと、まあ、全部読めてるわけではないけども少しこう読んでいくと、あのラファエルとティチアーノ、あの嫉妬がライバル関係かだったんじゃないかとか、まあ、同時代ですしね、あのでもそういうふうに私は思ったことがなかったのであ、なるほどそういうことも推察できるんだなとかね、あのすごくあの今生き生きとまるで自分の時代を生きているようにお話しされたので、とてもあの若々しい研究が進んだんだと思って、いろんなこう秘密も隠されてそうで、まだまだね、はい、あれですよね、うん、なんかもし次にこんなことを研究してみたい、まあルネサンス、イタリアルネサンスが軸なんでしょうけど、ありますか？私の研究テーマは一貫していて、その他にもティチアーノとラファエロの作品で、まあ、似通っているものとか、うん、同じ図像を持っているものっていうのがあって、でそういうのも似てるっていうことは指摘されるんですけど、じゃあどうしてとかな、どうやってっていうのはほとんど全然検討されてきてないので、それを一つずつ検証して、それを全体で見た時に、うん、まあ、この時期はティチアーノはラファエロにどういうことを期待してラファエロを参照したんだろうかとか、まあ、この時期からはもうラファエロ違う方に意識がいってるんじゃないかとか、かそういう変遷だったりとかを、まあ、後々明らかにしていけたらいいなと思っています。いや、聞いてるだけでも本当にねあのすごく楽しみですね、いろいろ解き明かされることがあの期待してますので、ぜひ、はい、続けてください。ありがとうございました。ありがとうございます。